全ての始まりは10年前だった。ボストンの街を襲う D2 血で染まったコンサートホール、ボストンの惨劇と呼ばれた事件。その中で命を落とした名指揮者朝比奈賢治こそタクトの実の父親である。父を失った少年は一人ピアノに没頭する。己の怒りを音色に込める。そんな彼を背負わせるのは運命と同じ顔をした少女コゼットである。次回、音楽リインカネーション。